いらっしゃいませ、まかまかチャンネルです。ということですね、今回はお家でカクテル番外編ということで、前回ね、お家でカクテルシリーズテキーラをやった後に、まあ、ちょっと話してたんだけど、地方地方でやっぱり特産品、名産品っていうのがたくさんあって、そういったものを使ってカクテル作っていけたらいいかなっていう話をちょうどしてたところに、南知多で、ね、まずはやっぱりまずは南知多、南知多町はこういうね、ビワとかミカ、まあ、春はイチゴとかも有名ですけど、こういうのを使ったお酒やってみたいなと思いまして、今日こちらご用意しました。ビワの酢ですね、 100% 南知多さんのビワを使うと、ミカですね。ビワの酢はね、ヤンピーさん、オーステンでも今ソーダ割りで出してて、はい、結構好評じゃないですか。そうですね、さっぱりしてね、うん、お家でカクテルシリーズなんで、ちょっとハイボールのアレンジにこれを軽く風味で入れるとどうなるかってまず1回やってみて、はい、じゃあグラスはね、しっかりこの氷を入れたら冷やしましょう。で、ここで余分な水分が出るんで、これね、水分は捨てる。で、ビアノスとウイスキー、何がいいかな。バーボンがやっぱ甘みが強いんで、これ酸味があるんで、まあ、バーボンが相性いいかなと思うので、今日バーボンでいきましょうか。で、カツバック、これよくね、CM とかでも見るウイスキーじゃないかな。はい、じゃあ2カツ入れます。まずね、ベースになるウイスキーを40ぐらい、はい、入れて、で、ビワの酢を15で入れましょう。はい、で、ここで一回ビワの酢とこのメーカーズマート合わせます。てか正直ね、これ多分ね、このロックで飲んでも美味しいと思うんですけど、ちょっと飲んでみて。ちょっと待って、予想以上にうまい。え、これもうこれでカクテルでいいじゃんっていうレベル。ちょっと本当に、え、ちょ、共有してほしい。完成しましたね。共有してほしい。いいですか。え、すごい、すごい。え、ってなる。あの、ハニーみたいな感じ。すごい。めっちゃうまいよね。これでいいじゃないですか。これでいいですよね。完成しました。はい、1個できました。すごい美味しいね。メーカーズのその、なんだろう、バーボン特有の臭みみたいなものを全てこれかわして、で、ビワの甘みとコクが乗っかるって感じ。で、今の40と15のものにこれソーダを入れましたね。で、ちょっと重いんで、今回ビワ酢が入ってる、ちょっとしっかりめに持ち上げて、ただ炭酸がなるべく抜けないように持ち上げて、そう、ウイスキーだけのハイボールの時はもう本当に置くだけでもいいぐらい混ざる。ちょっと今回はね、これが入ってる、重くなってるんで、いただきます。飲みやすい。さっきのね、ロックスタイルに清涼感がさらにプラスされた感じで、ウイスキーのこの香りとともにビアの感じがスッて抜けてくる、絶品ですね。これお酒飲めない方はもうほんとソーダ割りね、さっきもちょっと話してたけど絶品なんですけど、こうやってウイスキー入れるとちょっと大人感出ます。でもさっきのロックがちょっと忘れられません、ね、あれはすごかった。いいね、ビワ酢お風呂上がりとかいいね、これ。酸味があってね、あとスポーツあるとね、ソーダ割り、水割りいいんじゃないでしょうか。なんかもう一種類ぐらいやる、せっかくのバーなんで、ちょっと一杯バーっぽいカクテル、すいません今日はこんなラフな格好で、でもバーっぽいカクテルをいっぱい作ってみたいと思います。ベースに使うのはこちら、ティフィン、紅茶のリキュールだね。このビワの酢をさっき味見したときに、もうここのリキュールがパッて出てきた。ここは絶対相性がいい。ティフィンを40、ティフィンをベースにいきます。で、ビワの酢を20、15ぐらいかな、15で、ちょっと味を締めるためにジンを10、カンカンですね、今日は。はい、で、レモン絞ってもいいし、今日はフレッシュレモンがないんでレモンジュース5、はい、ちょっと合わせて、でここで一回絶対味見ます。はい、最高、いきますか。で、ショートグラスで出しましょう。これは
ちょっとね度数が強いんで、ね、しっかり振って、まあ、製氷機の氷なんでチップもできるんで、清涼感のある感じに仕上げたいと思います。じゃあ冷やしたいグラスを取ってきて、そこからスピード勝負でいきましょう。ショートグラス冷えてます。ほいほい、オリジナルカクテル、ビュアノスをベースに、ビュアノスとティフィンをベースにしたショートカクテルですね。はい、じゃあちょっと味見がてらいただいてみたいと思います。おいしい。ティフィンの香り、紅茶のね、とビュアノスの甘みと、ビュアノスなんで酢の酸味、それをジンがつないでる。で、やっぱレモンのいい感じ効いてる。これはうまい。なんて名前にしよう、なんて名前にしよう、何がいいかな。あ、これね、南下のね、ゆるキャラのね、フランソワーズビワさんからいただいて、フランソワーズというカクテルにしましょうか。フランソワーズ、あーうまいな、これちょっといいね。この一杯目でもいいし、食後でデザートカクテルとしてもいけるし、もうなんか飲み疲れた時にやっぱ酢なんだろうね、このクッと胃が開かれる感じ。うん、食前酒でもいい感じですね。あ、いつでも飲めるこれは。食前酒が一番かな、このなんかここが開かれる、このちょっと度数があって感じは、うん、食前酒に近いですね、これは。フランスです。あ、うまいうまい、飲みすぎちゃう飲みすぎちゃう。ということで、今ビワスね、やってみたんですけど、最初にね、みかんも並んでたんで、次はみかんいってみましょうか。そして、みかんといえば甘いのが好きなアンバスナー森裕二くんが、そちら本日遊びに来てくれてるんで、森裕二くん、いらっしゃいませ。はい、相変わらずイケメンなんだよな、どこで見ても本当にかっこいい。あのね、ビワでね、今ね、ちょっといろいろ作ってみたんだけど、はい、ビワス、はい、美味しいよ、美味しい。ビワ、うん、ぜひね、南下行ったらこのビワの酢買ってください。そしてね、オープニングでビワの横に並んでいたこちらですね、みかん酒。これはね、後編で皆さんにご覧いただきながら、ゆうじくんに、はい、飲んでいただこうと思います。後編はじゃあ、みかん編ということで、みかん酒、お楽しみください。ではまた次回の動画でお会いしましょう。チャンネル登録してお待ちください。バイバイ。なんでゆうじノーコメントなの。